似て 25K 型は、ロシア鉄道が1996年から導入した電気式ディーゼル機関車、ペレスベトという愛称を持つ。この項目では、設計変更を行った似て 25K 型をはじめと、する関連形式についても記す。2004年、ロシア鉄道は、旧ソ連国鉄時代に製造され老朽化が進行した。 本専用ディーゼル機関車であるニテ 10M 型やニテ116型を燃料消費やメンテナンス費用の削減や牽引力の増大などの要素を含む新型機関車に置き換える長期計画を立てた。それに基づきウクライナルハンシクテプロポーズ製のニテ 116U 型の導入が行われた一方、ロシア国内でも同様のコンセプトに基づいた ディーゼル機関車の開発が実施されることになった。そして、ブリャンスク機械製造工場によって製造されたのが2、25系である。車体は、モジュール構造を採用した2車体連結式の箱型車体で、重連運転が前提のため運転台は片側のみに設置されている。台車は、全軸駆動の三軸ボギー式が用いられ、軸箱には、 ゴム製部品を用いた4点接触系玉軸受けが設置され、従来の車両に比べ部品の摩耗が抑えられているほか、振動を抑制するための油圧式振動ダンパーも搭載されている。機器室中央部に設置されているディーゼルエンジンは、コロムナ工場製の V 型12気筒4、ストローク機関である D49 型で、下級機はターボチャージャーを使用する。 蓄電池によって駆動するスタータジェネレーターによって始動した。このエンジンによって再リスった制御整流機や直流主電動機が稼働される。主電動機は各車体に6機設置されており、出力は 350kW である。また、ディーゼルエンジンには、水冷式ラジエーターを備えた高温、低温の二重回路による冷却装置が備わっている。 これらの主要機器や台車はマイクロプロセッサにより、自動制御や自動診断が実施され、メンテナンスの削減が図られている。2005年7月に最初の車両が完成し、同年8月から全ロシア鉄道研究所の実験線を行った後、2007年から量産が開始された。2009年までに15両が製造され、2 25系マイナス008号機以降は、 前照灯、微灯が、それまでのハロゲンランプから、LED ライトに変更された。だが、運用開始以降故障が相次ぎ、その原因の80%以上は、機器の信頼性の低さであった。2010年9月の時点で、全15両のうち稼働していた車両は4両に過ぎない、状況に至った結果、 ブリャンスク機械製造工場は2009年製造分を最後に2 25系型の量産を停止した。それ以降は同工場による修繕が行われた結果、2019年現在12両が営業運転に用いられている。日25ケム -012 に2 25ケム -02572014 年に勃発したウクライナ騒乱の影響により、 ロシア鉄道向けに似て116夕方の製造を実施していたルハンシクテプロボーズは工場が砲撃を受けるなど大きな被害を受け、さらにルガンスク人民共和国による実行支配により部品供給や製品の輸出が困難となった結果、創業停止を余儀なくされた。この事態を受け、ロシア鉄道は ブリャンスク機械製造工場に似て 116U 型と同じ性能を持つ機関車の発注を実施した。これが似て 25K 型である。全面形状の変更など一部を除き車体構造は似て 25K 型を元にしている一方、蒸気の要望の下で主要機器は似て 116U 型と同様のものを使用しており、エンジンも似て 25K 型のものより出力が、 増大した GODE49 型が用いられている。試験運転では、最大6400トンの列車を、牽引可能であることが示されており、置き換え対象であるにて 10M 型よりも大幅な、牽引力の増加が実証されている。温暖気候での使用を前提にしているが、低、摂氏50度から摂氏40度まで多様な気候に対応している。 試作車は2014年12月に完成し、翌年から前述した重量級の列車牽員を含めた試運転を行った後量産が開始された。ロシア鉄道に加えて、シベリア石炭エネルギー会社が所有する専用鉄道や列車運行会社のバルトトランスサービスなど、ロシア国内の鉄道、ウランバートル鉄道やシュバルコルコミルといった、ロシア国外への導入も実施され、 2019年、現在433両が製造されている。3手25系 2M-0001 が、牽引する長編成の貨物列車2手25系無型を、元に、勾配が多い山岳地帯や、重量級貨物列車牽引に適した、使用変更が行われた三車体連結式の形式。粘着力を増加させるため、各車体の重量及び軸重が増加したほか、 エンジンが強力なアメリカ g e 製の12気筒、V 型4ストローク機関であるジェボ V12 に変更され、マイクロプロセッサによる制御システムの更新も実施されている。またバイカルアムール鉄道をはじめとする管理地での運用を考慮し、運転室内部の暖房の強化やディーゼルエンジンの冷却回路の凍結防止などの対策が施されている。2017年に製造された2両のうち、 3手25系 2M-002 号機は当初2車体連結式の2手25系 2M 型として計画されたが後に中間車体が増結された経緯を持つ。翌2018年にバイカルアムール鉄道で実施された試験運転で従来の3手 10M k 型と比較し低温下での長時間の安定した走行が実証された。 2019年現在3手25系 2M 型3両が在籍し、同年中に12両の増備を予定している。3手25系 3M-00012 25系 3M-00012 25ケム型を元に改良が加えられた形式。2車体連結式の2手25系 3EM 型、3車体連結式の3手25系 3EM 型が製造されている。 性能を高めるためディーゼル発電機が出力を強化した18から 9DG 型に変更されている。ほか、粘着力を高めるため機関車の軸重が増加している。また、定格速度が時速 25.4km に向上し、牽引力の安定性の向上が図られている。2019年に試作車が一両ずつ製造され、全ロシア鉄道研究所の実験線での試運転が、 行われている。ありがとうございます。